にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に向かっております。そしてアシカがフラワーパークに今回は行きます。狭いよ。ですね、アシカがフラワーパーク初めて行くんですけど、有名ですよね。イルミネーションがそろそろ終わりを迎えようとしておりまして、せっかくだったら行ってみようということもありまして向かっております。そしてアシカがフラワーパークに、行くだけじゃなくてですね、まあ、日帰りでもよかったんですけど、あえて今回は宿を予約しました。そしてその宿というのが R9 ザ・ヤードさんですね。車を運転する方なら、一度は見たことあるかもしれないんですけど、コンテナハウス、もうね、何回も俺見たことがあって、一回泊まってみたいなって思ってたんですよ。というわけで今回はいい機会ということもありまして、予約いたしました。まだ時間もあるから、もしかしたらもう一箇所ぐらいどっか行くかもしれないですね。では本日一日楽しみます。宿の近くに見れるところないかなって探してみたんですけど、一箇所すごく気になる、神社がありました。織姫神社だっけな。口コミ件数も多くて評価もすごく良くて人気のスポットみたいなので、先にそちらを行ってみようと思います。でこの動画自体はその R9 の動画にしたいんで、その織姫神社の動画に関してはまた別でアップしようかなと思っておりますので、この後の続きは織姫神社に行った後からになります。さよなら、また会う日まで。京都の新年だけ彷彿とさせるような、これがカラフル、ああはいはいはい、もう緑とかも見えてますよ。はい、というわけでですね、織姫神社に行ってきました。すごくいい神社でした。カップルとかおすすめだな。縁結びの神様がいるそうで、ここから約車で10分くらいで本日宿泊の R9 ザ・ヤードさんに着きますので、チェックインしに行きます。この辺いいですね。足利駅近辺結構観光できるところ多くて、足利学校だっけな、さっきすごく雰囲気のいい昔ながらの学校もありましたしね、行ってみたかったな。はい、到着しました。もう車結構止まってるんだけど、びっくりなんだけど、ホテル R9 ザ・ヤードですね。こちらの店舗、こちらのザ・ヤードさんはあれだね、向かい合ってんだね。他のところで見てきたザ・ヤードさんはね、結構点々としていたから嫌だね。どちらかというと向かい合ってない方がいいもん、独立してる方がいいわ。こんな感じで一列なんだよね。しかも入り口が駐車場に向いてないから、一回ぐるりと回ってから車に行かなきゃいけないんだな。こちらはデラックスか、独立してるね。キッズフル、何これ、ショールームだった。そういうことね。ここに泊まれるわけじゃないわ。なるほど。あ、もうこんな感じで独立してたらよかったな。喫煙所もしっかりありますね。夜ここで吸おうかな、あえて。ではチェックイン手続きしてきます。これが噂の軽食、チャーハン、エビピラフ、プルコギチャーハン、カルボナーラなどなど持って行っていいそうですね。では部屋入ってみます。あれ、さあどんな感じ。
鍵を差し込んで、ああいいね、狭い、いいですねこの感じ。そしてトイレは、あ、綺麗綺麗、全然あるある、こんなビジホで十分よ、十分十分。テレビがでかい。そして冷蔵庫がまさかこの大きさとは思わなかったな、助かる。今回ツインで撮ったので、テーブルなかったんですけど、一応言えば貸し出ししてるみたいで借りました。テーブルシングルだったらあるんでしょうね。まあベッド一つ分なくなるからだいぶ広くなるような。アメニティ関係はフロントにあります。そしてコーヒーも無料でサービスですね。素晴らしい。窓からの景色はいかがなものでしょうか。ああ、受付が見えますね。続々と人が入ってきてるみたい。さっきチェックイン前にもある程度見ちゃったから見るとこないんだけど、一応歩きますか。あとコインランドリーがあるぐらいかな。ベッドはふかふかで寝心地がかなりいいですね。部屋もすごく綺麗なんですよ。だからね、ほんと新しいビジネスホテルに泊まってる感覚ですよ。この後は、足利フラワーパークに行きますので、そちらの動画はまた別で、アップしたいと思っております。なので足利フラワーパークに行った後からまた始めたいと思います。それでは楽しんでいきます。足利フラワーパーク行ってきました。イルミネーションすごかったっす。一度は皆様行ってみた方がいいですよ、あのイルミネーション。マジですごかった。2時間半ぐらい外にいましたね。だいぶ体が冷えたので、一旦宿に戻って、休憩してから夜ご飯を食べに行きます。いや、あったけー、だいぶ冷えたからな。ではですね、ここから歩いて15分くらいの繁華街があります。繁華街というか大きな通りがありますので、そちらまで、行きたいと思います。車で行っちゃうと酒飲めないから歩いていきます。宿の近くに一応調べたら飲食店あることはあるんだけど、今車で通った感じね、見当たんなかったんだよな。コンビニはあるんですけどね。まああとそれとね、そのチェーン店、今日チェーン店飲みしたいんですよ。なので、その通りはねチェーン店たくさんありますんで、そちらまで行きます。そしてですね、本日伺わせていただくレストランがですね、オリーブの丘さんという、チェーン店のイタリアンレストランかな。関東にあるのかな、全国にあるか分かんないですけど、この近くに健康センター、健康ランドがあったんですよ。本当はねそこで夜ご飯だけ食べたかったんですけど、聞いてみたら入館料がかかるみたいなので、そこを諦めてオリーブの丘イタリアン食べたかったんですよ。急激に明るくなってきましたよ。小島とかカラオケ館とか何でもあるね。そして左手に見えてるのが足、あ、ここここここ、これパチンコ屋さんみたいな外観だったから気づかなかったけど、健康ランド、そこで
夜ご飯食べたかった。うわいい雰囲気じゃん。いやいやいや、一気に開けたよ。ダイソー、 ABC マート、セリア、アピタ、何でもある。着いた。駐車場いっぱいなんだけど、隣がきっとね焼肉キングだから駐車場いっぱいだと思うんだよね。では入ります。ソファー席だからねいいですよ、くつろげて。しかも超混んでる。すげえ安くない？サイゼ並みなんだけど。アクアパッツァとか490円。これは迷うね。ピザも540円よ。これ頼んでみるか。ついつい取っちゃう。パスタも見てこの価格。ビールは普通だね。ワインは安い。頼みました。あとは味ですね。ビールとピザ来ました。普通にうまそう。いただきます。うまいうまい。価格相応の味ですね。十分です、これなら。来た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 。お料理をお取りください。取り終わりましたら完了ボタン。また来たしい、おいしい。イタリアンでこう気軽に飲めるのはいいよ。サワーが本絞りだわ。だけど一応ハイボールは宅配。追加で注文しました。サワー飲みたかったんだけどね、本絞りって書かれると飲む気しなかったんで。どこでも飲めますからね、家でもね。デキャンタ飲みました。赤ワインデキャンタと、パンですね。アクアパッツァの汁が余っててもったいなかったのでパンを頼みました。うめえ。頼んで正解や。ニョッキフリットのゴルゴンゾーラクリームですね。熱いうちに食わないとまずいですね、これは。このニョッキが一番好きかも。最後にムール貝も頼んでみました。390円税込みで429円。安すぎでしょ。ムール貝うまい。これ400円ちょっとは安い。結局さらに追加でハイボールとトリュフ風味のポテトフライを頼みました。もう頼まないっす。この宅配も390円ぐらいかな、税込みで。居酒屋でこの価格だったらかなり安いと思う。普通にうまいもん。コスパ良すぎない？こんだけ頼んで、こんだけ楽しんで、さらにソファー席で5600円ですよ。素晴らしすぎるだろう。ごちそうさまでした。5600円、満足度が高すぎる。そして、R9 足利福富に泊まった方はここの通りまでね来た方がいいですよ。いろんなお店ありますから、13分から15分ぐらい歩けばいいだけ。焼肉キングがね、ほんとすごい人気。
あえてこの後カラオケ招き猫なんか行っちゃったりして、そんな楽しみ方もありですよね。ホテル着いて相手の一服タイムです。車の数はそこまで増えてなくて6組ぐらいかな、泊まってる人。足利フラワーパークに行く人とかね、結構泊まるみたいですけどね。これぐらいあったらそんなに騒がしくもなく静かに過ごせそうですね。寒いわ。お風呂入って温まってさっさと寝ます。さっぱりした風呂、気持ちよかったな。温泉より気持ちいいんじゃないかなっていうぐらい気持ちよかったです。飲み足りないのでレモンドを飲んでから寝ます。今日は一日ほんと楽しんだな。おやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。ベッドが気持ちいいですね。少しこのコンテナハウス揺れるかな。大きな車とか通った時揺れるかもしれないですね。顔洗って歯磨いて朝ごはん食べます。朝から冷凍食品あまり食べないんで、ちょっと食べる気しないですね。朝食のエビピラフを温めてます。エビピラフ、いい香りが漂っておりますね。そして素泊まり旅行に必須のスープ、いつも持ってきております。いただきます。このエビピラフうまいんだけど、こんな甘いと思わなかった。コンテナホテルは快適です。弊社オリジナル建築用コンテナを使用しています。へー、なるほどなるほど。そしてこの右側に書かれている無料レンタル品なんですけど、テーブルはね、借りた方がいいですね。快適度が全然変わってきますよ。帰りまーす。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか。 R9 ザヤード、見かけるたびにずっと気になっていたこのホテルですが、ようやく泊まることができました。実際泊まってみて不便なことは何一つなく、施設自体も非常に綺麗なので快適に宿泊することができました。ドアを開けるとすぐに外なので、キャンプやコテージに泊まっている気分にも似た感情に襲われたかな。下手なビジネスホテルとかに泊まるよりも料金次第ではこちらに泊まった方がいいんじゃないかなと思いますね。最近は旅館で温泉入ってご飯も食べたりして、そんな豪華な旅をしてましたけども、素泊まり旅行もやっぱり楽しいわ。マジで昨日は一日全力で楽しみきりました。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。